よう、キリュウ君。準備よければカムロ町を出るぜ。蒼天堀に向かう。もうやり残したことはねえか。ああ、大丈夫だ。そうか。よし、それじゃあ入ってくれ。中で社長が待ってる。お待ちしてました、桐生さん。あなたが蒼天堀に行く前に殻の一坪の持ち主についてお話ししておこうと思いましてね。ああ。その人物は今うちと協力関係にあるとある組織にかくまわれています。協力関係にある組織。その組織については後で小田さんから説明してもらいます。ただどちらにしろ大阪は近江連合のお膝元、長い時間かくまえるものじゃありません。ですから殻の一坪の所有者を我々がいかに目立たないよう蒼天堀から連れ出せるかが鍵になります。それもできるだけ早く。なるほど。それを俺と小田がやるんだな。ええ。この役はやはりあなた方にしか任せられません。桐生さん、あなたは殻の一坪にどんな価値があるのかと聞きましたね。ああ、あんたはそれについちゃ企業秘密だと言っていた。ええ。ですが桐生さんには近いうちにお話しできると思います。あなたが生きて蒼天堀から帰ってこられたら、そのためにも無事にカムロ町に帰ってきてください、桐生さん。わかった。それで殻の一坪の持ち主はどういうやつなんだ。若い女性です。ただどうも目が不自由とのことでほぼ失明しています。え？その殻の一坪の所有者は牧村誠という人物です。裏社会の複数勢力から標的とされる牧村誠。彼女が狙われる理由を探る真島は、誠の面倒を見てきた中国人の針師李に見込まれる。李はかつて大陸系組織に雇われる殺し屋でもあった。誠を守ろうとする二人の前に現れた男、近江連合貴人会会長西谷誉。関西を牛耳る近江連合内部で、西谷、佐川という二つの勢力がそれぞれ誠を奪い合っていた。徐々に誠をめぐる勢力図が見えてくる中、真島は密かにかくまっていた誠の存在を佐川に気づかれてしまう。しかし最後に誠を手にしたのは、突如深い闇から現れた白いスーツの男だった。
誰や、お前。真島ちゃんさ、忠告したよね。殺しなんてやらずに済むならその方がいいってさ。でも真島ちゃんは仕事を引き受けた。俺本気で島野の兄弟になしつけてお前を登場界に戻してやる気だったんだよ。だけどお前は牧村誠を殺せなかった。まあまあまあ、百歩譲ってそういうこともあるかもな。俺もガキの頃、足の折れた文鳥を拾って帰ってきたことがあんだ。お袋に内緒で必死に育ててさ。確か名前は豆太郎だったかな。動物なんか興味もなかったくせに毎日餌やったりして、可愛かったな。だが親に嘘ついたのがまずかった。ある日家に帰ったら飼い猫の餌にされてたよ。生きたまま猫に食われる豆太郎を見て俺は思い知ったね。子は親に逆らえないってな。ガキのくせに律儀なやっちゃ。律儀ね。まあ確かに俺は素直でいい子だったよ、親の前ではな。あ？次の日その猫を殺してやったよ。でもその前にあの牧村誠を盗んでいった泥棒猫を始末しねえとな。あの泥棒猫、蒼天堀じゃ見ない顔だったな。もしかして真島ちゃんの古いお友達？知らんわ、あんなやつ。ふん、なんでどいつもこいつもあの女のことを狙っとんのや。あいつは売春の元締めなんかしとらん。あないな小娘に一体何の価値があんのや。知りたい。教えたくても教えらんないな。俺だって知らねえんだからよ。はあ？真島を使って牧村誠という人間を殺せって、それだけだからな。俺が兄弟から聞いてる話は。兄弟？そしたら女殺せっちゅうのは島野の親父からの命令なんか？そう。だからこそお前を登場界に戻してやれるチャンスなんだよ。なんで親父は俺にやらせようとしたんや？さあな、それは俺にもわかんねえ。とにかく白スーツの男、本当に心当たりないんだな。ああ、せやけど気になることはある。ん？奴は女を奪って生きよったが、
殺そうとしてるようには見えへんかった。それは西谷も同じや。ん？ちょっと待て、西谷ってグランドで暴れた鬼人会のか？西谷はあの時別の死体を用意した代わりに牧村誠を渡せ言うてきた。あの子を殺すつもりやったらそない面倒くさいことはせんやろ。西谷が別の死体を用意、おかしいな、初耳だな。まあ西谷と白いスーツの男が同じ目的ってことは分かった。ってことは奴ら来るかもしれないな。あり得る話や。どっかで拾ってきた野良を泥棒猫に仕立てたってわけか。確かに西谷らしい手口だな。そうなりゃ西谷を叩いて女の居所を吐かせたいとこだが、札にしょっぴかれて今頃留置所か。いや、西谷やなくても組員もいろいろ知っとる風やった。お前は何も分かっとらん。あの女の価値を。はあ、そしたら組員からたどれ。鬼人会の事務所は蒼天堀通り東の第三並木ビルってのに入ってる。確か3階だったはずだ。分かった。真島ちゃんさ、西谷のこと以外に俺に隠し事ないよね？あらへん。はあ、もしも何か隠し事してたら殺す言いたいんやろ。分かってきたね、真島ちゃん。
したい？え？いらっしゃいませ。ありがとう。マジマ？なんでおめえが。おう、牧村誠はどこへ。はあ、何言うとんねん。あれ、俺んとこからあの子を盗んだ男、ありゃ西谷の仲間やろ。今あの子はどこにおんねん。何のことやらさっぱりわからんな。せやけど、たとえ知っとってもお前に教えるはずないやろ。何様やねん、メチキクみたいにフラッと入ってきよって。わしら極道やで、なめんのも大概にせえよ。そら拳で聞けっちゅうことか。お前らもう何遍も俺に負けとんのよ。結果は分かりきっとるや。あの子の居場所知っとんのか知らんのか、どっちやねん。知っとっても知らんでも生きて返さへんで。我、はあ、懲りひんやっちゃな。しゃあない。ほんならこの際知っとること全部吐いてもらうで。Thank you.
お望み通り拳で聞いたるで。牧村誠は今どこにおる？ほんまに知らんのや。ほんまか？ほんまや。わしら今までずっとあんたがあの女を持っとると思っとったんや。せやったら俺からあの子を奪っていった男は誰や？西谷の仲間ちゃうんか？親父の仲間やったとして俺らは知らんのや。親父は俺らに何も教えてくれへんのや。女のこともさらう目的も。ほんまや、聞きたいことがあるんやったら親父に直接聞いてくれや。西谷は札にしょっぴかれて留置所やろが。せやったらあんたも留置所に入ったらええんや。ふざけとんのか。待て、ふざけたへんって。ビリケンさんに頼んだらええねん。ビリケン？そうや、ビリケンさんちゅう刑事や。親父の窓口になっとる人で、頼めばこっそり会わせてくれるかもしれへん。賄賂でも渡すっちゅうこと？それはビリケンさん次第や。誰でも会わせてくれるわけやないけど、とにかくビリケンさんとこ行ったらええ。いつも毘沙門橋んところにおる。よし、その言葉信じたろ。西谷がなんでお前ら組員に何にも教えへんのかわかるか？え？脅されて口悪いような組員やからや。うわ！口の軽いヤクザやすかん。
あんた、もしかしてビリケンさんか？誰や、あんちゃん。俺は真島五郎っちゅうもんや。あんたに頼めば、留置場の西谷に会わせてくれるっちゅう話聞いてのう。俺はどうしても奴に会うて聞かなあかんことがあるん。おめえは西谷のなんや、ダチか？俺はダチあらへん。西谷の敵や。バリッバリの敵や。敵と名乗るやつをわざわざ引き合わせると思うか？ダチって嘘ついたとこで、あんた見破るやろ。西谷は用心深いやつや。嘘も見破れんでかを窓口にするはずがない。正直に言うたら、あんたも一手間省けるやろうしな。潔んやな。せやけど、それだけで、よし案内したろ、とは言いかへんで。わかっとる。なんぼ渡せばええんや。いややな。今の時代はみんな金で収めようとしよう。どないしたらいい？マジマ言うたな。ちょっと一杯付き合うてくれるか？ああ、ちょうどええとこに、ほら船も来たしな。屋形船？お座敷遊びでもするんか？だって乗ったらいいんや。西谷に繋いでほしいんやろ。真島言うたな。お前、西谷のなんや？さっきも言うたやろ、敵やって。酔っ払っとんのか？敵にもいろいろあるやろ。いろいろ？ほんまに殺したいと思う敵もあれば、立場が違えばダチになれた敵もあるやろ。西谷とは会うたばかりや。あいつのことはよう知らん。あんたは奴を古くから知っとるんか？古いもなんも、あいつがガキん頃から知っとるわ。ほう。西谷はどんなガキやったんや？万引きのうまい赤ちゃんでな。幼稚園に入る頃にはすりと置き引きも覚えとったの。小学生でカツアゲ、中学生で車嵐、そんなガキやったな。なんや、想像通りやな。その調子で言ったら高校の時には強盗でもやっとったんちゃうか？人を刺して殺したんが、やつが高校の時やったな。えらい飛び級やな。せやけど、デカのあんたがなんでそないな奴の窓口なんかしとるんや。なんや。おい、どないなっとるんや。遊びに付き合い言うたやろ。
行くんや。三途の川底や。三途の川底？なんやここは。何の目的か、戦時中に掘られた空間をわしが改造したんや。あんたが？まあ金持ち連中そそのかして作らせたんやけどな。正式な名前はあらへんが、知ってる人間はここを三途の川底て呼んどる。縁起でもない名前やな。そら縁起なんてあってたまるかいな。なんて言うても、ここは罪人の処分場なんやからな。世の中には法で裁かれへん罪人が5万とおる。証拠が一個もなくて立件できんかった殺人鬼、政治の都合で公にできんテロリスト、世界中のそんな奴らをここに捕らえとる。なんで殴り合っとるん。この闘技場で1年間叩こうたらシャバに戻したるっちゅうとる。ルールは一切無用や。卑怯な手使おうが、あえて殺そうが構わん。そしたら死に物狂いで戦うやろ。けど、どんな奴でも毎日戦わせてみ、まず1年はもだ。罪人同士で死刑を執行させようてるわけか。ゲス。罪の償いと世の平和のためや。ほな、この観客は何やねん。命かけた本物の殴り合いなんてなかなか見れるもんやない。どんなもんでも珍しいもんには大きな金が動くってもんや。何が罪の償いや。金儲けか。めったなこと言うもんやあらへん。しがない刑事のささやかな副業や。で、俺をここに連れてきたのは何でや。実はここんとこ罪人の顔ぶれが変わり映えせんでな、勝負がマンネリ化しとる。そうなりゃ賭博の上がりも寂しなる。いやー、お前さんが試合盛り上げてくれたら、てこ入れになるやろな。俺に出場せよ。何も1年間戦い言うんやない。ほんの3人ぐらい勝ち抜いてくれたらええんや。そしたら留置場の西谷にも合わせたんで。あんたみたいなクソなデカ、めったにお目にかかれるもんちゃうな。せやけど、この胸クソの悪さをリングの上で晴らしてきたるわ。へへ、ええ返事や。そん代わり3人勝ち抜いたら必ず西谷に合わせるんやで。ああ、約束してある。ほんならお前がリングに上がるよう手続きしてきたる。準備はええ。ああ、ええで。三人勝ち。そう簡単に行くとええけどな。ま、安城頼んまっせ。さあ、それでは次の対戦を発表いたしましょう。皆さんおなじみ、死体を跡形もなく食べて証拠を消した連続殺人鬼、ジンジャーチャップマン。ジンジャーチャップマン。対する挑戦者は
本日サンズの川底に落とされてきたばかりの新星、罪状は謎に包まれた石岩の男、マジマゴロ。Versus Goro, Majima. さあ、時間無制限、ルールなし。Ready, fight!石岩の罪人、マジマゴローがデビュー戦でまさかの大勝利だ。これは次の試合にも期待がかかります。それでは早速参りましょう。次に登場するのはこの男、患者を自然死に見せかけ殺していった快楽殺人医、ドクターキリヒト。ドクターキリヒト。マジマゴロウ、果たして2連勝なるか。さあ、時間無制限、ルールなし。レディーファイト。Yeah.
winner, Goro Majima! この強さは本物だ！マジマゴロ2連勝！まさかの展開に会場は興奮のるつぼと化しています。しかし謎のルーキーの快進撃も残念ながらここまでかもしれません。そう、次の試合ではついにあの男が登場です。リング上の撲殺数世界一、法では裁けない悪魔の拳、デッドバンチャー、デッドバンチャー。さあ、サンズの川を渡ることになるのは一体どちらだ。時間無制限、ルールなし、It's showtime！ いい腕やな。こないに盛り上がったん久しぶりや。どうや、今度からちょいちょいリング温めてくれんか。金は払うで。俺は高いで。いややな、お金の話ばっかり。そないなことより言われた通り参照したいん。あんたの約束は守ってもらうで。分かっとる、ついてき。しかし、汚い川の底に穴井なもんがあるとはね。汚いもんがいろいろ隠してくれとんや。水底なんか見えん方がええ。あ？みんなが見てない現実を汚いもんが隠してくれとるんや。うん？昔この川に女子高生の死体が上がってな。かわいそうに。顔は見る影もないほど殴られて、体はナイフでめった刺しや。外傷は片親でな。
親父さんが男で一つで育てた大切な一人娘やった。せやけど必死の捜査も虚しく、犯人はなかなか捕まらん。むごい話やな。1年かかってようやく犯人を突き止めたが、親父さんは一層どん底に落ちた。なんで？犯人は未成年の不良やったんや。法で裁かれることなく少年院を出たガキは堂々と街を歩きよる。事件なんて知らん顔でな。それを見た親父さんの気持ち、お前はわかるか？耐えられんの。ぶち殺したくなるやろな。せやな。で、そのガキはめった刺しにされて殺されたんや。じゃあ親父さんが？ちゃう。殺したんは当時高校生やった西谷や。西谷が？西谷は物心ついた頃からたびたび親父さんの世話になっててな。知っとったやろな、親父さんが苦しんでんの。外道に生まれついた人間には外道にしかできん役割があんのや。誰に感謝されることもないが、王道を生きる人々を支えとる。高校生の西谷にそれを教えられた親父さんは、それから三途の川底を作り、今じゃ西谷の窓口になっとるっちゅう話や。ってことはあんたが？さあ行くで。そや、今から留置場に案内してあるけど、お前の方の準備はできとるんか？